セーラムはアメリカ海軍の軽巡洋艦、チェスター級軽巡洋艦の3番艦。艦名はマサチューセッツ州セーラムにちなむ。セーラムは1905年8月28日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1907年7月27日にローナピノック夫人によって命名浸水し、1908年8月1日に 艦長、ヘンリー・ B ・ウィルソン中佐の指揮下収益した。海軍初の蒸気タービンを機関とした艦のうちの一隻として、セーラムは1908年10月17日にボストンを出港し、大西洋騎士沿いに拡張講美を行った。1909年6月に偵察巡洋艦船隊で姉妹艦のバーミングハム、チスターと合流し、セーラムは大西洋を巡航。 マデーラ諸島のフンシャルを訪問した。1910年に大西洋艦隊第5戦隊へ配属されたセーラムは、1911年8月に配置海域に短期間展開、その後9月11日にニューヨーク海軍交渉に帰還した。1912年4月20日にボストン海軍交渉で予備役となり、ボバッシュと交代して新兵収容課任務につき、 1912年10月7日までその任務に従事した。その後大西洋艦隊予備役部隊に再配属されたセーラムは続いてジブラルタルへ巡航を行い、1913年3月後半に帰国した。3月25日にハンプトンローズに到着し、3月30日にフィラデルフィアに移動した。セラムは限定収益状態で1914年まで、 フィラデルフィアに泊まった。1914年4月23日、完全収益状態に復帰し、特別任務船体に配属、メキシコ水域に派遣される。ベラクルスの沖合を巡航し、陸上部隊の活動を支援。1914年9月2日に、大西洋艦隊巡洋艦船隊に配属され、9月19日にベラクルスを出港した。セーラムは、 大西洋艦隊での任務のため10月1日にボストンに到着したが、11月25日に巡洋艦船隊から分離され、12月1日に予備役となる。1915年3月12日にブルックリンと交代して新兵収洋艦の任務に就く。その後1916年5月21日にカリブ海へ配属され、メキシコ及びドミニカの沖合を巡航。 海兵隊の部隊を輸送し、通信支援任務、アメリカ合衆国の権益保護任務に従事した後、フィラデルフィア海軍交渉に、還。間、1916年12月2日に、予備役となる。アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦。すると、セーラムは1917年4月21日に、最終駅し、フィラデルフィア海軍交渉で、新兵収容官任務に就く。 しかしながらその2日後に予備役となり、ボストン海軍交渉へ兼任、カーチス式タービンとゼネラルエレクトリック式タービンの交換が行われた。オーバーホール途中の1917年7月25日に最終駅したセーラムは、1918年3月12日にボストン湾を出港し、コネチカット州ニューロンドンに向かう。セーラムは大西洋を横断する。 苦戦艇部隊に合流した。1918年3月31日から6月15日まで2つの苦戦艇部隊の機関任務に従事し、その後アゾレス諸島のポンタデルガダを出港、西海岸に帰還した。6月18日に第12苦戦艇小艦隊の帰還となり、ドイツ潜水艦に対してキーウェストで活動する。キーウェストには22日に到着し、 セーラムの部隊は第一次世界大戦の残りをフロリダ州沖合からユカタン半島南方で大戦紹介を行った。11月27日に部隊は解散し、ボストン海軍交渉でのオーバーホール後セーラムは西海岸へ向けて出航した。1920年7月17日に CL-3 の艦石番号が与えられたセーラムは 1921年8月16日にメアアイランドで退役し、1929年11月13日に除籍された。セーラムは1930年2月11日にスクラップとしてカリフォルニア州サンフランシスコの DGC グレーブ社にオールバニニューオーリンズと共に売却された。ありがとうございます。